片付いたようですね。待って、入り口の方に気配がする。まさか残党が。大丈夫ですか？化け物がここに入るのが見えて。エイル。お、また会えたね。化け物は倒しましたよ、すべて。ならよかった。会うのはイルシオン以来かな。あの時は驚いたよ。雪の中で迷ってるんだもん。教会には無事にたどり着けた？ふざけないでください。教会でのこと忘れたとは言わせません。ベイルはずっと私を騙していたんですね。騙した？どういうこと？ねえ、それ以上侵入様に近づくな、邪竜の娘。え、どうして私が邪竜の娘だった？お前を見ると父上を失った屈辱がよみがえる。よくもイルシオンを乗っ取ってくれたわね。私たちから国を、お父様を奪って、それで満足？ベイル、あなたが殺した人たちには家族がいたんですよ。その悲しみなんてわからないでしょうね。待って、私が殺した？誰を？とぼけないでください。聞かなくてもわかりますよね。母さんを、指輪を、みんなの大切な人を奪って、それで今度は何をしに来たんですか？私は何も。お願い、信じて。信じられません。二度と近寄らないでください。あなたなんてもう友達ではありません。待て、追うのはやめましょう。罠かもしれません。そうだね。平気、神竜様？はい。でも次に会った時はもしかしたら私はベイルを。ありがとうございます。はあ、あの、なるほど、そうね。ああ、
いいですか。いいかしら。はい。よろしいですか。いいかしら。はい。いいですか。そうですな。探しましたよ。急にお姿を消されるんですから肝を冷やしました。どうしてここに。私を連れ戻しに来たの。連れ戻す。それはどういう。ああそういうこと。あちらのベイル様は眠りに疲れたんですね。私は絶対に帰らないわ。帰ったってパパは私に嫌なことをさせるもの。覚めて、せっかく親子として過ごせると思ったのに。神竜を殺せだとか王族を襲えだとかそんなこと絶対にしたくない。みんな私が悪いことをしたって言ってたけど何かの間違いよ。お友達だって言ってくれたのに。神竜にそんなこと言われたのか。つか神竜と会ったのかよ。そうよ。あちゃー、ややこしいことに。まあいい、何を言われたか知らんが無視だ無視。そりゃ向こうの気のせいだ。私じゃないって信じてくれるの。記憶にないんならベイル様は何も悪いことをやってない。そうだろう。うん絶対にやってないわ。さっきもそう言えばよかった。みんなの誤解を解かなきゃ。きちんと話しに行くか神竜と。クリは私を連れ戻しに来たんじゃ。俺の忠誠はベイル様にある。やりたいことがあるなら力になるさ。ありがとう。私あなたのこと誤解してた。そんじゃフィレネ王国に向かうぞ。フィレネ王国？神竜の次の目的地はフィレネ王国になるからだよ。どうしてグリがそんなこと知ってるの？
さあさあ時間がねえぞ、すぐに出発だ。ソルムの港から船で向かえば今からでも間に合う。分かったらさっさと準備してくるんだな。分かった。面白いことになってきた。そうかも。よくお越しくださいました。
またお待ちしています。何かご所望ですか？料理も趣味の一つです。これを作るには食材をこう、つい夢中になってしまいました。僕の狼にも食べさせたいな。おいしい。弁当作りも。ベレト先生、すみません、生徒じゃないのにちょっと呼んでみたくて。いや構わない、教え子たちからもそう呼ばれていたから。私が相手です。兄上の残りカスですが参ります。すが立派な腕前です。なんとか勝てました。心置きなくやりましょう。いらっしゃいませ、アンナさんです。相場やがったりだわ。なんとか勝てました。私が相手です。硬くならずに気楽に行こう。強いな、見習わなくっちゃ。なんとか勝てました。
ほう。撤退する。分かっていた。やっとたどり着けた。神竜様の寝室に行くはずがソラネルの果てまでさまよってしまった。すみません神竜様、起きる時間です。
おはようございます。俺が迷ったせいで寝坊となりますので、みんなのところまで走りましょう。ルールルー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 。セアダス、踊りの練習ですか？神竜様、厳密に言うと練習ではありませんね。今宵は観客がいますので。観客？でも周りには誰も。月。月？そうです、夜空に青白く輝く月、そして幾千の星々。俺は今宵彼らに踊りを披露していたのです。神竜様はご存知ですか？人は死すると肉体を離れ星となること。あの空には俺の師匠もいるんです。亡くなられたのですね、その方は。ええ、師匠はこの振り付けが一番好きでした。ルールル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 。セアダス、とても綺麗です。当然です、美しく見せるために他の全てを犠牲にしているのですから。踊りの練習に精神の統一、徹底した体型管理も必要です。これでも俺はソルムでは少し名の知れた踊り手、恥ずかしい真似はできません。セアダスは自分に厳しいのですね。素晴らしいと思います。それになんだか神秘的な雰囲気、少し近づきがたく感じるほどです。もう踊りを再開しても。はい、お邪魔しました。神竜様、危ない、狼がすぐそこに。狼さん、あっち行ってください。神竜様から離れて。言うことを聞かないみたいですね。こうなったら。そのポーズは、いつか見た国境での土下座。狼さん、すみません。僕なんかに謝られても腹が立つだけでしょうけど、とにかく死ぬほど謝ります。でも死んだらいろいろまずいので、死ぬギリギリまで謝り続けます。だから帰ってください、お願いします。スタルークの異様な迫力に狼が後ずさりしてますね。逃げていきました。よかった、神竜様ご無事でしたか。ありがとうございます。スタルークも無事で何よりです。いえ、命の価値で言えば僕よりも神竜様の方が上ですので当然です。そんな言い方はダメです。命の価値に違いなんてありません。神竜様はお優しい方なんですね。いけない、善良なる神竜様と一緒にいたら。すみません、さようなら。スタルーク、待ってください。足が速い。必殺の一撃が華麗に決まったね。でも本当の戦いの時に失敗しないようにもう少し練習をしておこう。せやー、あ、足が滑って。うわー、メリー大丈夫？クロエ、いつからそこに？しばらく前からよ。訓練中だったからお邪魔しちゃ悪いと思って声をかけなかったの。参ったな、格好悪いところを見せちゃったね。おとぎ話の騎士はこんな無様な失敗はしないから。僕に幻滅しちゃったよね。額に傷があるわ、怪我の手当てをしましょう。すまない、情けなくて涙が出てくるよ。たった一度の失敗で
そこまで落ち込まないで。私の目にはメリンが失敗した姿よりもたくさん努力している姿の方が焼き付いているから。メリンはおとぎ話から出てきたような素敵なナイトのままよ。クロエ、ありがとう。それにこの前看病するって約束したでしょ。そうだったね。あの時はお腹を壊したらだったけど、クロエのような素敵な人に看病されるなら失敗も悪くないかな。よくお越しくださいました。またお待ちしています。偶然でしょうか。ここには見覚えがあるような。決して忘れられないあの場所に。
どうしたんですか、カムイ。ここはあの場所にとても似ているのです。私にとっての運命の分岐点。そこで私は三つの運命から一つを選び取らなければなりませんでした。三つの運命。私の世界には対立する二つの王国がありました。その名は白夜王国と暗夜王国。私は白夜の生まれなのですが、ある事情により暗夜で幼少期を過ごしました。カムイには二つの故郷があったのですね。そして互いに対立していたと。ここは白夜と暗夜が対峙した場所と似ているのです。どちらの国に着くのか私は選択を迫られました。生まれた地である白夜にも、育った地である暗夜にも、大切な兄弟や家族、仲間がいました。決して簡単に比べられるものではありません。それでも私は決断しないといけなかったんです。どちらの手を取るのか、それともどちらの手も取らず一人戦うのか。それがカムイの三つの運命ですか。とても苦しい選択だったのでしょうね。この旅のどこかで私にもそんな時が来るのでしょうか。あなたはすでに大きな選択をしているはずです。私たちと旅をし、この世界を救うという道を。剣を交えましょう。あなたの意志の強さを確かめたいのです。そして改めてその手を取らせてください。きっとその時は私たちもっと強い絆を結べます。わかりました、受けましょう。私の選んだ道、そしてカムイの選んだ道、二つが交わる先にあるもの、私もそれを見てみたいですから。準備はいいでしょうか。では始めさせていただきますね。カムイは地形を変化させる力を持っています。注意が必要ですね。
を貸してください。私だって思い出しました。私はあの時もこんな気持ちでここに立っていたんですね。ここがカムイの運命の分岐点。あなたの気持ちが、思いが伝わってくる気がします。今この場においての選択肢は一つです。勇気と敵意を持ち、私を殺すつもりで切ってください。もちろんです、カムイ。見てください、私の選んだ道を。失礼するわね。はっ、ダメです。熱いです。経験は糧となります。行くの？覚悟はある。あなたの意志、この刀、ヤトノカミで受け止めました。ヤトノカミ、美しい刀ですね。ありがとうございます。この刀は救いをもたらすと言われる神器、運命の選択を迫られる少し前、破壊された広場で私の手に飛び込んできたんです。そう、私をかばって母が死んだ時に。カムイも母親を亡くしているんですね。その時は我を忘れるほど嘆きました。でも悲しみの淵から戻ってくることができた。私にはどんな選択をしようともそばにいてくれる仲間たちがいましたから。それからこの刀もずっと共にいてくれました。カムイ、あなたの気持ちよくわかります。これからも
あなたは重大な選択を迫られるでしょう。ひどく思い悩むことになるかもしれません。でも忘れないでください、あなたのそばには私がいるということを。覚えています、ずっと。折れそうな時にも決して一人ではないのだと。あなたなら絶対に大丈夫ですよ、そう信じています。ありがとうございます。私も最後まで選んだ道を進み続けます、あなたのように。